もう企画なくなった時ちょっともう一回だけフォートナイトやってくれへん。いやいやもうやりましたよ随分前に。なんかあれはね、はい、落ちるんね熱が、はい、落ちてないですね。そんだけ面白いんやだから、はい、でまあ毎年こう親子大会やってるので親子が喜んでくれはるんですけど、うちの息子もあんまやれへんようになってきて、俺はどんどん年いくからまあそんなにうまなってないと。でも参加者のお父さんお母さん俺より若いしうまいね。で子供はうちの子よりうまいからすごいレベル高なってきてんのよ。もともと高かったけど、はあ、でそれはまあみんな喜んでくれはるし、まあ、毎年やろうかってなってるけど、俺らがどんどん下に行くからこの先今年も親子大会やりますとかいろいろ打ち合わせ やってやりますんで言うてんのに、はい、さあ決勝ですって俺らパン太田すぐ死ぬ、またそれ 4試合やるか4試合やって小籔チームベベでしたが3年続いたらさ、なんかあいつなんかめっちゃ段取りとかしてんのに毎回決勝でベベやん気の毒ってなるやん。いやいやそれはみんな盛り上がってほしいのに、あいつめっちゃすぐ負けてこれせんのにまたやんの。いや去年ボッコボコ行かれて今年もうわってなんのが嫌やから、はい、なんとか、まあ、みんなうまいからあれやけど決勝の中で下から5番目とかできた真ん中、うん、1回ぐらいビクロ取るぐらいにはなっときたいな、大会のためにというモチベーションもあるから、まあ続いてるかなって感じ。まあそれこそ岩尾がプレステ5やってんねやったらね、フォートナイトできますから。あ一応機械は持ってるんですけど全然もうそのグランツーリスモばっかりやってる。なんでグランツーリスモなの？車の運転下手のくせに。なんで仕事を車で行って帰ってきて車のゲームするの？いや多分好きなんやと思う。離れろよ一回。車好きなん？いやなんか気持ちいいんですよね。なんか綺麗なコース景色のとこ走ってたら、まあ、リスクないからじゃない。あ結構かと思ったらもうぶつかってもええわぐらいでいかな勝てないんですよ。だから結構ガーンってぶつかったりとかスピンしてバーンとかなるんですけど、別にそれで車大破することもないから、うんうん、行ったれでできてしまうというか、うんうん、でも僕やっても1日1時間とかですね。あそんな何時間もゲームできないです。この間もう9時間ぐらいやりましたんで、ね、それがすごいなと思って。家から一歩も出ませんでした。お酒飲まへんの？家で飲まないです。ああそれええな。俺ももうやめようかほんま家で飲むの、めっちゃ思うけども。あ一人でも？あなんかもうマジでもったいないよな。うん美味しいですけどね。美味しいけど、うん、本も読まれへんし、うん映画もなんか、ね、時間もったいない。飲んだ後結構何もできんことできなかった。だからこう見れる映画も限られてくるやん、ね、なんか考えたりしっかり見るやつほんまドンパチみたいな。この間あれウィアザワールドができるまでのやつ見てない？見てない？見てないです。あ見てないです。もう見てないやろそら。逆に見たやつ教えてくれよ。ほんまやで。3個のあでもあれはネットフリックスやで。もうあれめちゃめちゃおもろい。あ入ってないです。え一応入れへん。入ったことないです。アマゾンプライムは、プライムはまあ言ったらあの買い物もするんで入ってます。自然あの自然と入ってるだけで。アマゾンはね。そうね。うん、はい。いや面白い。あんなことなんやな。あれみんな知ってた？何がですか？ウィアーズワールドができるまでって。いや知らない、知らない。マイケルがチャリティーのためにみんなに声かけて、なったっ、ね。いやマイケルじゃないね。誰だっけ？ライオネル・リッチ。ライオネル・リッチ。ライオネル・リッチがやりだした。まあマイケル・ジャクソンとかが中心になってやんねんけど、うん、一晩の話だなあれ。一晩で作ったの。うん、歌をなんか大きいグラミー賞みたいな当時やってたショーにいろんなやつが来るから、うん、この日の夜やっつってそのショーが終わった後にみんな来てくれっつって声かけて、ほんでもうマネージャーとか一切入れるなっつってもう全員がトップクラスで全員がもうめちゃくちゃわがままやから入り口にエゴはここに置いといてくれって書いて、うん、で本人しか入れずにやんねんけど、うん、やっぱりここもうちょっとこうした方がいいんちゃうかとか、うん、なんで俺ソロパートないねんとかで、で変えるやつが出てきたりとか、うん、プリンスを呼びたいからその時付き合ってた女も入れてんねんけど私のソロパートないから私の奥にいるプリンス見てるだけやろみたいなで変えたりみたいな
ことがあって、まあまあそう言わんとみたいなことでやんねんけど、ボブ・ディランがみんなもうポップスとかさいろんな場合じゃねえけど、ボブ・ディランどうやって歌えばいいんだって言い出すねんけど、その時のボブ・ディランの顔がむちゃくちゃおもろいねん、それはほんまの映像なんですか？ほんまの映像なんですか？だから回してないなあれ、よう回してました、それは回すか、あのボブ・ディランめちゃくちゃ見たいわみんな楽しくさキャッキャでやってるのがどうやって歌えばいいんだ、真面目な人なんでしょうねああ見てないです、見てないです。シンディ・ローパーがわー歌うんだけど、なんか変な音入ってる、変な音入ってるってネックレスやってもう急遽やってるからそんなんもね、うん、だからその We Are The World のようにみんなでフォートナイトやりましょういう話ですわ。いやいやいや戻らんでいいですよ、無理やり。エゴはそこに置いといてください、ね、お前やお前のエゴが出てんですよ世界ではフォートナイト来てます、日本だけです。それなぜ来てないのか、皆さんがボンクラかましてるからですわ世界に遅れを取ってはいけない、今年も世界大会あります、今年はみんなやってくれるでしょう、みんなで夜集まって世界大会見ましょう。どこ僕なら個室用意しときます、ね、いやいやもう分かれへんもん、分かれへんもんやないのよ。いやいや今最初人間すべて何も分からないところから始まっています、パソコンもそうです、スマホもそうです。いやそうです確かにね、思い起こせばあいうえをもう分かりませんでした我々は、ね、でももう一回フォートナイトやりましょう言うたらジュニアさんがコントローラー前にしてどうやってやればいいんだボブ・ディランほんまやったらほんまに言うと思うねって言うから、いやこっちがボブ・ディランですよみんな言うからね、ぜひまたお願いしますね。さあというわけで3月30日ジュニアさん50回目の誕生日おめでとうございます。なんだすごいなこれ、細っ、針金やチョコレートは、チョコレート、あ、これはこれ針金、あ、針金、それではディアジュニアさん、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。またこれ素敵な、なんかね針金で作ったやつをプレゼントしてはるというのから来てるんだね。そうなんや、来てるね、で全部すごいね、挑戦してしまったんですよ、下のとこデザイン書いてケーキ屋さんに渡して、すごいすごい、すごい、ね、ありがとう、うわすごいわ、シンプル、毎回すごいな、すごい、さすが神戸大学、なあ、いやお子さんとか今後なあれやったら楽しいやろな、あんな、うん、ね、あんなやってくれたら。さあというわけで、6月僕から始まりまして9月小籔さん12月岩尾ということで、うん、誕生日企画、さあ今回誕生日を迎えたジュニアさんへ我々3人から手紙を、よっしゃー、なんだトンちゃん、やったや、やりたかった、 あんだけ嫌がってた、やりがい感じてる人おったんや普段あんまそれ言えへん、嫌な本やけどなこれ、もうなんやねん言うてじゃあ岩尾から、はい、もう書いてきました、何やろ、手紙を、もう出尽くしたやろ、手紙書いてきました、成立してなかったもうあれやで、いやいやいや成立とかじゃなくて手紙渡してますからちょっとあの思いをね、普通にまあ手紙書くのもあれかなと思ったんで、お前、まあ、パラパラ漫画なってる、うわ、うわすごい小説じゃなくて、違う違う、パラパラ漫画なってる、すげえ、そうですね、はい、うわ、かわいいかわいい、自転車乗ってお出かけした俺が、かわいい、うわうわうわすごい、うわ東京タワー、東京タワー行って、うん、あ、スカイツリー行って、うわうわうわ、フランス飛行機乗った、うわエフェル塔、うわほんで、あ、あ、飛行機落ちて天に召された、いやいやいや、どんな話やねん、誕生日に渡すパラパラ漫画ちゃう、いやでもめっちゃすげえ、まあ、絵がいいんですよね、まあね、そのページ数ありますからね、めっちゃかわいい、はい、こっちの角もあるんじゃないですか気づかへんかった、下や普通、下だけはこの星だな、うわ上もありました、めちゃくちゃ
変やったやろ。いやだって天に召されるだけやったらちょっとあかんわと思ったんで、やっぱり、はい、そっちの角も使わせてもらいました。え、わ、え、天使が降りてきた。鈴木や、うん、なんかさっきのでちょっと縁起悪いな思ってたけど、あ、天使が降りてくる。うわ、降りてきた。あ、なんか俺になんか魔法の粉みたいにかけてる。うわわわわわわ、すげえ、めっちゃ勃起してる。どんなパラパラ漫画やな。なんで徐々に勃起をページに渡ってこうすんねん。だ、生きてるってことだよ。単純に生き返るだけじゃあれかなと思ったんで。あ、生命力という意味、はい、すげえ、ありがとう。これは嬉しい。マムシの粉かなんかかけたんだ。ありがとう、じゃあ僕からも、はいはい、いいですか、うん、もうだほんま悩みましたけどちょっとしたためさせてもらいました。あ、なるほどね、はい、あ、でもほんまにこういうこと意外となんかアホみたいやと思いがちやけど、うん、よく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 考えたらでもそういうことなんやなと思う。ジュニアさん50の次は51。ほんま、もうほんまそういうことやね。なるほどなるほど。しっかり一年一年っていう。いや、当たり前のことや。いや、当たり前のことは深いよこれ。いろいろ思ったんですけどね、うん、特に50からはってことやっぱジュニアさんなんかこういうこと書いたらもう組んでくれるかなと思って、はい、これマジで深いわ、うん、ありがとう。どんどん片付けていくな。仕事早いな、はい、早い。じゃあ僕もいいですか。すいません、ちょっとこれおめでとうございます。分厚いな。何よ、え、ちょっと重いよね、うん、え、じゃあちょっと聞かせてもらおう。音声で、音声なんや。何やろ、曲？何やろ、え、どうやって歌えばいいんだ。ボブディランやらんでええねん。歌え言うてへん。歌え言うてへん。一緒に歌いましょう、一緒に歌いましょうよ。まあ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 、一緒に歌いましょうって。あ、曲のプレゼント。曲入ってたんや。 ありがとう。全然あ、共にでもどう歌っていいか分からなかった。えらい早く片付けていくな。ありがとうございました。ポンポンポンと。ありがとうございます。ほんま、ジュニアさんの誕生日短っ。こっちが小説とか物語言う前にパラパラ漫画ってすぐ言うと思う。だからジュニアさんで一巡、はい、しましたんで、もう誕生日企画はもう長らくやってきましたからね。そうね、次だから僕6月ですから、うん、もうないんじゃないですか。だからもうその時は好きなお店に食べに行くとか、ああ、そういうね、あ、ほんまのお祝い、あ、それええな。3人でセッティングした、、うん、ほんまにちょっと、うん、ええー、店、ちょっとええ店とか、ああ、いいですね。おいしい、うん、知る人と知る店とか、うん、なんかおもてなしをするね、うん、でそこで大喜利をする。いや、もうええやん、結局一緒やん。ええー、店で場所変えてやってること一緒やん。味なくなんねん。ええー、店でやりたないねん。チャンネル登録よろしくお願いします。どうやってやればいいんだ。ボブディラン。